ないのか。あなたこそ。目が覚めてしまっただけだ。眠くなったらそのうち寝るよ。肩は大丈夫？肩？ああ、ピオハリムに打たれた部分か。多少違和感はある。平気だ、平気。治ってないみたいね。もう一度治癒術を。これで良くなったはずよ。おお、さすがだな、シオン。ありがとう。考えてみれば、あれは私が悪かったわ。銃弾数発で、スルドを倒せるわけないのにね。もうその話はいいだろう。みんな無事で、今もこうして治癒してくれた。すべてのスルドを倒す。その約束も続けられるだろう。そうね。でも、一つ聞かせてちょうだい。ローは、あなたが私を心配したと言っていたわ。あなたは私の何を心配したの？そりゃあ、なんだろうな。何よ、それ。シオンがいなくなったら、炎の剣を使えない自分に戻ってしまう。そうね。そんなことより、死なせたくない。ただ、そう思ったんだ。まだそんなこと言ってるのね。少しは学びなさい。でも、それに約束を果たすためにも必要なことだろ。そうね。覚えていて何よりよ。どうしたんだ？俺先に寝るな。ご自由に。どうしちゃったのかしら。キサラは夜のうちに戻らせた。結局彼女はあんたを探していたんだろうか。どうかな。昔から生真面目な子だった。君たちが面倒を引き起こすのではと思って見張っていた。案外そんなところかもしれん。大丈夫なのか、通報したりなんてことは。戻さなければそれはそれで怪しまれる。それに大丈夫だろう。信じてるんだな。決行日が来たらまたザーレを送る。それまであまり遠くには行かないでくれ。よし。ここにいたのか。よかった。お前たち、こんなところをうろうろするな。
今ここで捕獲されても仕方がないんだぞ。あんたに俺らが捕まえられないのは証明済みだろ。何？ロウ、やめろって。言い争いに来たわけじゃないんだ。あんたへの預かり物がある。受け取ってくれ。これは兄さんの腕輪か。なぜこれを私に。兄さん、何をしようとしているんだろうな。わからないけど、口にしたことに嘘はないと思う。これまで会ってきた解放を信じる人々、その人たちと同じ感じがしたんだ。だから信じようって。あんただってそうだ。だから三木宇たちを通報してないだろ。なぜそう思う。三木宇が信じたあんただ。それを俺も信じてるだけさ。お前は不思議なやつだな。そうやって皆を解放してきたのか。どういう意味だ。いや、気にするな、たわごとさ。そうか。とにかく三木宇のやろうとしていることはもうすぐわかる。だから俺たちで見届けよう。そうだな。あ、誰だっけ。待った、首輪になんか挟んである。ちょっと。明日決行だってよ。集合場所はあの地下採石場の中だ。なら今のうちに準備をして、今日のところはまた宿の世話になろう。次の者前へ。お願いがございます、ティオハリム様。何者だ、ここで止まれ。三球だ。あの三球だなのか。この池、その者どもを近づけるな。鋭角下のお命を狙う大逆人である。殺せ。待て。なりませんか、か危険です。彼に傷つけられる私ではない。それに彼もそんなことはすまい。そうだろう。はい、ティオハリム様。君に関してはおかしな噂も聞いているが、それは置くとしよう。意外な友人ができたようだな。あんたに見せたいものがあるそうだ。俺たちはそのための梅雨払いだ。見せたいもの。閣下、耳を貸す必要などございません。この者たちは私めが。口を挟むな、ケルザレク。私は彼らと話している。それで見せたいものとは。この奥です。ティオハリム様はこの採石場の一番奥をご覧になったことは。そう言われると記憶にない。確か君たち向けの医療施設ではなかったか。ご覧いただきたいのはそれです。その上で私の処遇をお決めください。いいだろう。キサラ、君は彼の妹だったな。ちょうどいい。君に護衛を頼むとしよう。この先は危険が待ち構えているかもしれない。みんな油断しないでもらいたい。危険？何を言ってるの兄さん。この先はただの作業場の一つ。そうだ。だが今は私を信じてほしい。医療施設がある場所が危険ねえ。
匂うな。だそうだ。キサラ、彼らと協力するといい。わかりました。腕は知っている。そうしてもらえるなら心強い。なんだ、ズーグルがいるぞ。見張りかなんかなのか。いや、ここには修霊機が置かれている。普段ズーグルなど。どういうことだ、なぜ労働者もいない。君だけは予想外ではないらしいな。説明してもらえるのだろうね。はい。ですがまずは奥までお願いします。そこで全て明らかになります。いいだろう。これは、ここのようね。この奥に医療施設があるのか。行きましょう。こんな地底湖があったとはね。それで医療施設はどこにある。ここにはそんなものありません。一度だって存在したことはないんです。でもこの地区に運ばれていく人たちを私も見たわ。彼らはどこに行ったの。我々の目の前だ。今まさに目の当たりにしている。どういう意味。ひょっとしてそこの湖に沈めたっていうのか。違う、君たちが見ているそのものだ。かつてそのものだった。大きさが違いすぎて分かりにくいかもしれないが、やだよ。ねえ、嘘でしょ。まさかこの湖全体が。そう、虚水だ。この全てが。話が見えないぞ、ミキルだ。その手は何だ。虚水、一体何の話をしている。これがあなたにお見せしたかったものです。精霊力を根こそぎ奪われた時、物質は物質としての死を迎え、生物は死体すら残らない。後にはただ周囲を映すだけの、そこに物質があったことを示す痕跡だけが残る。それが虚水、この湖に見えるものです。この湖が全部、どれだけの人が、タナ人が。それを信じろというのか。精霊力を操る術を持たないタナ人の君の言葉を。鋭である。私も知らないようなこと。ならば最後にもう一つお見せしましょう。これはヘルガイの果実、すべての元凶です。これが証拠です。あなたの知らないところで。
大勢のダナ人が死んでいます。いや、ただ死ぬのではない。この世界から消え失せて、その痕跡だけになっているんです。イッサ、あなたの周りの誰かがこれをやらせているんです。誰かが膨大な精霊力を集めています。やめさせてください。あなたがいなくなればメナンシアはまた元の地獄に戻ってしまう。お願いです。あなたの気づいた楽園を永続させるためにできることをしてください。たった10年かそこらの夢で終わらせないでください。私は兄さんすまない、キサラ。だが閣下に信じていただくにはこうするしかなかった。どのみちもう私は長くはなかった。キヨハリノ様を助けて、どうか私たちの夢を。やめろ！
やめろ！
大丈夫か？一体どうしたんだ、いきなり。衝撃を受けるのは無理もない。だが三木宇田の願いは無理だ。私にそんな力はない。私は鋭の地位など求めたことはなかった。それなのに鋭ぶりがで望みもしない資格を与えられ、そのせいで旧友と殺し合い、その命を奪い、憎しみを買い、そんなことはもうたくさんだった。奴隷たちの悲鳴、嘆き、それは私に過去を思い出させた。友の断末は、その死を嘆く者の叫び、私には耐えられなかった。思い出したくなかった。だから奴隷を苦痛から解放したの。ただ悲鳴を聞かずに済むだけのために。待てよ、それじゃこの国って。そうだ、私は苦痛を、死を遠ざけたかった。他のことはどうでもよかった。それで皆が喜ぶというなら、それはそれで良いと思っていた。いや、自分でもそれを理想と信じかけたこともあった。だがそれは私から出たものではなかった。そんな、共存の夢は私たちに語りかけた。理想は、あれが全てまやかしだったというんですか。嘘ですよね、ティオハリム様。だって兄はあんなにもあなたの夢を信じて。すまない。そんなことって、よせ、話せ、話して。やめろ、貴様、やめるんだ。話して、私はこいつを三木浦の意志を無駄にする気か。あんたに託された夢はどうなる。殺せばいい。私は空っぽだ。鋭の銃石に怯えて縮こまっていただけの哀れな男だ。殺すなら人思いに殺すがいい。気が変わらないうちに。Ah!
少しは落ち着いたか。あ、ありがとう。これからどうする？私はまだあの男に用があるわ。あいつが今さらビエゾのようになるとも思えない。戦う理由はないはずだ。いいこと。私は、ね、なんだか外が騒がしいよ。キサラ、ここにいたか。どうした？ケルザレク様が反乱を起こした。宮殿からダナ人を追放している。なんだと？一体ティオハリム様は？それがどこにもいらっしゃらない。お前は見ていないのか？ああ、採石場までは一緒だったが。そうか。とにかく今は宮殿に近づかない方がいい。共存派のレナ人も拘束されているらしい。これからどうなるかわからん。お前も用心しろよ。共存の裏で不満を貯めているレナ人もいたということのようね。これがメナンシアの現実か。諦めるのか。この国はもう終わりだ。兄さんの夢を叶えるなんて。それでいいのか。今の兵士も言ってたじゃないか。共存派のレナっているんだよ、そういうやつだって。望みはまだある。だがそれを信じる者がいなくなったら本当に終わりだ。違うか。何が起きているのかこの目で確かめる。何をしている？何って宮殿に行くんだろ。それはそうだが、お前たちが来る必要はないはずだ。ティオハリムに言わせると、俺たちは解放者なんだそうだ。乗っ取られたっていう割に静かだな。前に来た時はもっとそこら中に人がいたのにね。待ち伏せしているんだろうか。もともとレナ人は少数派だし、ダナ人を全員追い出したとなればこうなるでしょうね。それを補うためにズーグルがいるわけだし。ダナの近衛兵も見当たらないな。持ち場にいないところを見ると皆追い出されたのだろう。それに我々は全員ティオハリム様個人に忠誠を誓っていた。こんな時にあいつどこ行っちゃったんだろう。奴隷に裏切り者、どちらもこの宮殿への立ち入りを許した覚えはないぞ。本当にあなただったのですね、ケルザレク様。口を聞く許しを与えた覚えもない。わきまえろ奴隷が。これがあいつの本性ってことらしいな。どこにもへそ曲がりはいるってわけだ。いや、
結局あいつが普通なのかも。ケルザレク様、メナンシアのスルド第一の側近ともあろう方がなぜ反逆を。好きであの軟弱者に仕えたわけではないわ。奴隷の身では知るまいが、力ある者はスルドの座を争い、及ばずは問答無用で、新たなスルドを主と仰が我らの定め。そこに選択の余地などない。それでも主が王を目指すなら使いがいもあった。だがデュオハリムにはその意志がなかった。そうだ、それがどういうことか貴様らにわかるか。栄達の望みもないまま、スルドブリガが終わるまで耐えねばならぬこの屈辱。俺たちダナのことはまるきり抜け落ちてやがる。それで裏で暗躍し、それを知った兄を闇に葬った。全てはこのメナンシアを正しい姿に戻すためだ。レナとダナ、支配者と奴隷のあるべき秩序の形を。黙れ。何が正しい姿だ、何があるべき秩序だ。兄は、兄さんは真剣に誰も傷つかずに済む世界を夢見ていた。代わりにお前はあの死の湖を作った。お前は兄さんの仇だ。覚悟。Let's go!
奴隷風情が。スルドに取って代わる望みもこれまでだ。取って代わる？バカな。スルドの資格はマスターコアだ。我々が勝手にできるものか。なら、お前は何がしたかったのだ？自分の主を見限ったんじゃなかったのか？そうとも。だが、スルドは他にもいる。他にも？それは…うわぁ！それでガテンが言った。デュオハリム！今までどこにいたんだ？後始末だ。ケルザレク、もう作ることはできない。エルガイの果実？生産施設まで突き止めなさったか。そうだ、もう跡形もない。だが疑問が残った。この果実は明らかに尋常のものではない。それにあれだけの生産、お前の一存だけでどうにかなるものではない。なるほど、多量の差し金だったとはな。ミハグサールか。今さら聞いて何となさる。どうせこたびの鋭ぶりがは間もなく終わる。閣下にも懲罰が下るやもしれませんな。罰ならすでに受けた。これをもって鋭としての最後の務めとしよう。行け、ミハグサールなりガナスハロスなり、お前がふさわしいと思う主のもとへ。いいのか、兄貴の仇だろ。そうだな。でも所詮あの男はありふれたレナの一人に過ぎない。そうですね。結局この国の共存は幻だったの。あれはダナ人たちがケルザレクの手のものを破った声だ。ダナ人たちがレナ兵を。中心はダナのコノエ兵と共存派のレナ人、それと
僅差の猫とか言ったな。あんたがそいつらを取りまとめたのか。結局経緯はどうあれ、あんたの夢に救われた人たちがいるのは事実なんだ。そして今はそれを力を合わせて守ろうとしている。それは幻なんかじゃない。だとしてもそれはもう彼ら自身のものだ。そこに鋭は不要だろう。どこへ。鋭ブリガーを終わらせに、そして二度と繰り返させない。鋭ブリガーが続く限りこの国に真の平安はない。鋭ブリガーはダナだけの問題ではないわ。レネギスやレナ本国ともことを構えることになるわよ。承知の上だ。この夢を10年で終わらせないためにはそうするしかない。それが私の償いだ。まやかしを本物にする気になったんだな。筋は通っているわ。ただ難しいというだけで。だったら俺たちと一緒にやればいい。なんだと。俺たちはダナを解放するために戦っている。あんたはこの国を守りたい。やることが同じなら協力した方が確実だ。違うか。ダナの解放者とレナのスルドが協力。面白いことを言う。だが客に招き返されれば応じるのが礼儀というものか。回りくどいんだな。おい、キサラがいないぞ。どこへ。ことが進んで一人になりたくなったのか。考えたら身内をなくしたばかりなんだよな。私たちにしてもまだ倒すべき鋭が残っている以上、これ以上の長居は無用だわ。今さら彼女に危険があるとは思えないし、ここを離れて先を急ぐべきよ。それはそうだが、あんたはいいのか、デュオハリム。彼女に関して今の私に何か言う資格はない。わかった。できれば挨拶くらいしたい。街を出る道すがら探してみよう。結局キサラ戻ってこなかったね。いつの間にかいなくなってたな。どこに行ったんだか。これからこの国はどうなるんだ。本当にダナ人とレナ人がうまくやっていけるのか。結局俺たち大したことしてないよな。この国にも壁はあった。だがここの人たちはそれを自分たちの力で壊すことを選んだ。それに口出すべきではないと思う。まあアルフェンがそう言うならそれでいいけどさ。ん？じゃあ僅差の猫のこと任せたわよ。ええ、彼の分まで私が。来たようだな。ザーレの世話をお願いね、ラギル。ええ、あなたも気をつけて。
俺たちを見送りに来たのか。もう一人道連れはいらないかと思ってな。え？構わないが、ただてっきりあんたはこの国の立て直しに残るものだとばかり。それも考えた。だが思うところがあってな。兄さんが死んだ後ずっと考えていた。何がいけなかったのか、どうすべきだったのかを。共存の夢によって私たちが救われたのは確かだ。問題はその後だ。私の過ちはその夢をあまりに盲目的に受け入れてしまったことなのだろう。与えられた理想郷、その中に安住して自分で考えることをやめていた。それが私の罪だから。兄さんは死んだ。ミキューダのことはキサラのせいじゃないよ。そうかもしれない。でも私は兄さんに託された。多分それは与えられたものではダメなんだと思う。それが何なのか私はもっと考え学ばなければならない。だから俺たちと行きたいと。そうだ。それに私が外で戦えばそれだけこの国に対する脅威を減らすことにもなる。君は私を殺したいものだと思っていたが。あなたには感謝しています。それは本当です。恨みもしません。ですがもう仕えることもしません。私は私の信じた夢のために戦います。どうかあなたもあなたを信じた者、そして今なお信じる者のために戦ってください。ティオハリム。わかった。私ももはやスルドではない。なんかいきなり大所帯になったな。それで次はどこに行くんだ。ミハグサール、ヨモの風集う谷。こんなところに池があるんだな。ああ、タルカ池だ。昔随分と世話になった。世話に？子供の頃の私はこの池のおかげで生き延びたようなものなんだ。泳ぐには不向きだが魚がとても豊富でな。よくレナ兵の目を盗んで釣りに来た。あの頃は満足に配給も受けられなかったからな。自分で何とかするか飢え死にするしかなかった。魚って手で捕まえるのか。それは難しいぞ。魚はすばしっこいからな。糸に餌やルアーをつけて竿から垂らすんだ。あまり釣りは馴染みがないか。せっかくだ、見せてやろう。とこんな具合だ。なかなか神経を使うものなんだな。俺には向いてなさそうだ。キサラ、もういいんじゃ。ああ、すまない、ついぼっとしてしまうな。時間もかかりそうね。獲物がかかるのを待ち、そこからの勝負だからな。兄さんに聞いた話だと地域が違えば住む魚も違う。相手に合わせた竿やルアーの選定が大事だそうだ。大事って言われてもね。もちろん魚によって味も違うだろうな。中にはとてつもなくうまい大物もいるとか。なるほど、試してみる価値はありそうね。
喋ることに釣られた。実はそれも少し楽しみでな。こうして兄さんの竿を持ってきてしまった。もちろん時間のある時で構わない。魚が取りたかったら寄ってくれ。ああ、わかったよ。